さて今日は兵庫テックイノベーションプロジェクトについてご紹介するんですが、横文字言われても分かりませんよね。これはどういうことなのかと言いますと、兵庫県にありますさまざまな地域課題、これを県内外の起業家、そして事業者さんが持ちますこの技術ですね、情報通信技術ですとかものづくり、建築土木の工業技術をこう活用いたしまして解決していこうという、こういうプロジェクトなんですよ。はい、これを兵庫県がマッチングしているんです。はい、けどわからないですよね。私も分かってません。現地に行くのが一番ですので、早速行ってみましょう。まずはあることに困っている人と、それを解決する人との待ち合わせ場所に。その困りごととは？我々道路や公園のですね、管理を、維持を管理をしておるんですけども、はい、どうしても雑草が隙間から入りますので、そうです。年に何回かこう機械でですね、はい、こう刈るんですけれども、どうしても根が残ってしまって毎年生えてきてっていうのも同じことを繰り返してますので、それを根本的に何か除草も防草もできるような技術がないかということで、今ちょっと小泉聖馬さんとお話をさせていただいているということです。なるほど。小泉聖馬さんってどういった会社なんでしょうか？社名にあります通り、はい、朝ですね、はい、朝紡績から始まり、130年ちょっとです。今はちょっと変わって、インフラ資材、産業資材なんかを扱っているメーカーです。で、その小泉聖馬さんがこのプロジェクトに対してどういったことをされてるんですか？実際に雑草に困っているという現場を見てみることに。なるほど、ほんまや。車走らせてたら見るんですよ、この道路の脇に。本来は草が生える場所ではないです。ただそこから隙間からこう雑草が生えてきて、で、車運転される方の邪魔をするであるとか、はい、言うたらちょっとそこにゴミが溜まったりだとか、ちょっと景観も、そうですね、良くないっていうのはありますよね。これが毎年繰り返されると。おー、で、小泉聖馬さんのところではどういった技術で解決を？それではぜひ弊社へお越しいただいてご説明できればと思います。見れるんですね。はい、ということで小泉聖馬へ。実際どういうものか見せていただけますか？はい、はい、動画の方を見ていただければと思います。はい、でまずはですね、道路脇で、お湯をかけている状態です。お湯ですか？この白いのは？これは泡です。泡？はい。紫さんが見せてもらったのは熱湯と泡で雑草を処理する機械、フォームストリーム。ただお湯で、枯らすだけではなく、泡を持たせることで、その空気層ですね、はい、温度が下がりにくくなる、包み込んであげることでより高温で植物にダメージを与えることができます。なんかどんな薬剤を使うんだろうと思ったんですけど、はい、これだったらあれですよね、優しいですよね。そうですね、食物由来の油を使用してますので、環境には全く影響が出ません。はい、そういうのは使ってるんですか？そうですね。あ、はい、施工後です。およそ20分30分。あ、そうですね、もう見るからに枯れてますよ。はい、やっぱり今なんか課題とかあるんですか？すべての植物に対して効果があるわけではありませんので、こうお客様が求められているこの雑草を倒したいっていう、どうしても温度ですね、もうこれが正直な課題ですね。はい、この技術を、なんとかこう世に羽ばたかせたいといいますか、そのためには、今ある多くの課題を、はい、着実にこう解決しつつですね、はいはい、誠実に取り組んでいけたらと。今まで人力でですね、こう、この刈払機でやってるのをできるだけ合理化していきたいなと。地元企業ですので、はい、ぜひご一緒に研究というかしていきたいなと思います。さあ、もう一軒見に行ってみましょう。三木市役所にやってまいりました。こちらではどんな課題をどう解決してるんでしょうか？よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。岩崎さん、
こちらでもね、イノベーションプロジェクトとして社会や地域、この課題にですね取り組んでいらっしゃるということを聞いたんですけども、どんなことなんですか？はい、聴覚障害者の方の対応が実は難しくなってきているんです。コロナ禍でマスク着用だとか、飛沫防止パネルによってコミュニケーションを取るのが難しくなってきているんです。現在その解決に向けた実証実験がこちらで行われています。 AI を使って音声をリアルタイムに文字起こしするサービスを使っています。難聴者のコミュニケーションを支援するログミーツというサービスを試験的に導入しているんです。ものすごくスムーズですよ。すごいな。今まではどうしてたんですかね？今まではようやく筆記者の方が筆談で要約して伝えてたっていうところです。そうか。このサービスを開発した時空テクノロジーズの橋本さんに詳しくお聞きしました。端末が今私の声を録音して、それをファイルにしてすぐさま通信してサーバーに送り届けて、でサーバー側で AI が文字起こしをして、その結果が戻ってきてこの表示されています。あとはこの端末自体でちゃんとその SIM カードが入っていて、はい、携帯電話回線に常時つながっていて、例えば自治体さんの環境だとそういうネットワーク環境がないケースもあるので、そういった時でもどこでも使えるっていうのは非常にポイントですね。へえ、はい、読み仮名が入っていたりとか、そういう 見えやすさっていうのも、重要なポイントだったりとか。そもそもこういうことをされてる会社なんですか？もともと私たち、ゲーム開発者結構中心のチームでして、もともとスクエアエニックスっていうゲーム会社の出身で、技術の責任者やってたんですね。まさかここが通じるとはなと思うけれども、そう、我々からすると非常に同じ台に立っていて、コミュニケーションを改革する、なるほど、住民の方と職員の方に喜んでいただくっていうのはもう第一で、まずそれが実現しないと多分もうそれ以上何もないんで、引いてはそのまま全国にも喜んでいただけるものにきっとなると思うので、それでいろんな地域に貢献できればいいかなっていうところですね。これを使われてみてどうですか？伝わるのも分かるのも早いです。筆談でこうね、窓口で来てるよりもすごく分かりやすいし早いですね。ぜひ窓口に置いてほしいです。他の利用者さんの声はどんな声が上がってますか？やっぱり大きさ、サイズが字が見やすくていいっていうのと、やっぱり持ち運びができていいなっていう声をいただいております。あ、なるほどなるほど、はい、窓口業務だけではなくって会議とか、セミナーなどの聴講シーンにも活用できたらなというところで進めていけたらなと思っております。今日はありがとうございました。ありがとうございました。最後にもう一つ、こんなプロジェクトもあります。課題を抱えている地域は新温泉町。害獣とされる鹿などによる学校の敷地内の糞被害に困っていました。そこで兵庫県が新温泉町と神戸市の企業イーマキーナをマッチング。イーマキーナは2018年創業の電子機器メーカー。人には聞こえない超音波を自動調節してネズミなどの屋内動物が寄りつかなくなる装置エバジーなどを開発している企業です。そうした実績から超音波は鹿にも効果的なのではと鹿用の超音波器を開発し学校内に設置したところ、昨年行った実証実験では糞の回収量が設置前と比べて10分の1以下へと大幅に減りました。いや、今日はすごい技術を見せていただきました。けれどもまだまだ社会地域の課題は解決していないんですね。民間企業にはまだまだすごい技術がたくさんあるわけですよね。これがうまいことマッチングしてこの課題の解決どんどんしていってほしいと思います。